にちは。試合前ということで、今日は試合2週間前、もう2週間切ったか、なんですけど、今日は日曜日、待ちに待った日曜日は全く練習もないので、完全オフなんで、で、何より、本当この日曜日は僕にとって本当めちゃくちゃ楽しみにしてる日曜日なんですよ。それはなんでかっていうと、まあ今減量中なんで、まあ多分痩せてきたと思うんですけど、僕ね、ちょっと痩せるだけで、顔が、その骨格があれなんで、骨太なんで、すごい出るんですよ。ちょっと今回つか日曜日なんでね、一つ、ほんと一番やりたいことなんでしょう。そう。チートデイです。チートデイっていうのはね、今、うるさいな、この西野カナの歌。音消したくしよう。チートデイっていうのは、あれなんですよ。減量してるんで、体重落ちてるじゃないですか。そうすると、停滞しちゃうんですよね、体重が。で、今ちょうど停滞してるんで、日曜日は週に一回思いっきり、ぐわー飯食おうかなっていう感じですね。はい、日曜日はいっぱい飯を食うっていう。で、カロリーとかいっぱい取って、はい、カロリーいっぱい取って、で、なんだろうな。なんか、ごめん、疲れてて、言葉が全然回んねえわ。まあ、とりあえず、減量中、週に一回の、解放日です。週に一回は好きなもの何でも食べるっていう、あれですね。だから、とりあえずこれから、食べに行こうかなっていう。まあ、今、昼の、14時なんですけど、さっき起きて、ちょっと抗体浴したかったんで、はい、ちょっと風呂行って、まあ、でも1時間ぐらいかな。20分入って、ねえ、また水風呂入って、20分入って水風呂入って、20分入って水風呂入ってみたいなのを繰り返して、そうするとすごい体もスッキリして疲れも取れるんで。それで今から、今14時か。14時過ぎなんですけど、今からチートデイを始めたいと思います。おっす。では、行ってきます。まずは、はい、一食目、ここ一番ですね。僕結構カレーが好きなんで、カレー多分ベスト5に入るかな。ベスト5に入るんで、まずチートデーの一発目の食事は、ココイチ。ココイチ番。ココイチでやりたいと思います。行ってきます。はぁ、早く飯が食いたいっすね。まあチートデーなんで何でも食っていいんで、何でも食っていいっていうか、まあ僕はね、もう好きに。食べます。とりあえず僕が頼んだのが豚しゃぶカレーで玉ねぎ抜き。僕野菜嫌いなんで玉ねぎとか大嫌いなんで、豚しゃぶカレーの大盛り、ライスを400にして、でルーもめちゃめちゃ多めにしてます。で僕がね、辛さはカレー、辛いの大好きなんですけど、カレーに辛さ求めないんで、辛さは普通ですね。1辛も2辛も3辛もそういうのしないです。僕はカレー、辛いの好きだけどカレーに辛さ求めないんで。で、あとなんか適当に頼もうかな。はい、ちょっと早く、つばでちょっと早く来るのが楽しみです。まずチートデイの一食目ですよ。食べまくります。来ました。豚しゃぶカレー、玉ねぎ抜きと、そうね、ロースカツもトッピングしちゃいましたとりあえずいただこうかなと思います。まず本日のチート一食目です。いただきます。ニヤニヤが止まらない。最高。最高すぎる。
あのね、僕ね、揚げ物とか嫌いなんですよ。好きじゃないんですよ。唐揚げとか全然好きじゃない。このカツとかも全然好きじゃないんですよ。ただカレーで食べるカツは好きなんですよ。あとカツ丼、カツ丼とロース、あのカツ丼とカレーとかのカツは好きです。カレーに辛いの求めないって言ってたけど、やっぱちょっと欲しくなっちゃうね。やっぱちょっとはね、かけたくなる。なんて言うんだっけ、これなんて言うんだっけ、カレーに入ってるやつ。全然好きじゃないんですよね。全然好きじゃないけど、あるとなんかやっぱ減量中だから食べたくなっちゃう。うん、食べなきゃよかった。やばい、減量で胃が小さくなってるから、すげえお腹いっぱいになってきた。チートデイはたくさん食べなきゃいけないから。でもたくさん食べれねえ、腹いっぱいになってきた。たくさん食べなきゃいけないけど、胃が小さくなってるんだよ。ごちそうさまでした。カレーライス 400g、 とりあえず 400g、 うまかった。でもちょっとお腹がパンパンになっちゃった。やばいな、まだ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 いっぱい食べなきゃいけないのに、ね、これがチートデイの怖いとこですよ。何食べようか次は。とりあえずしっかり完食したので、マックでも行こうかな。マック行きます。ちょっとあ、マックのポテト食べてえな。揚げ物嫌いだけどポテトは好きなんですよ、マックの。はい、じゃあちょっと行ってきます。次はね、テリヤキマックバーガーのセットです。テリヤキマックとポテトと双剣ビチャーかな。はい、じゃ今からまたこれを食べたいと思います。とりあえずテリヤキマックバーガーですね。うまい。うまい。幸せ。ただ一つ難点があります。一つ難点がある。車の中がマック臭くなる。そこが嫌なんだよね。めっちゃうまいんだけどね。何食おうかな。お菓子かな。あとチャーハン、うん、両手広げて夢を書いたテストの裏。はあ、夜飯です。チートデイ。
チャーハン。チャーハン食べます。それと餃子来ました。バクバク食べますよ。3キロぐらいは太っていいかな。3キロぐらい太っていいのかいいかなっていうか3キロぐらい太っちゃうでしょ。味変しちゃうんですよ自分。味変えちゃうのよく。なんか周りの人に見られてるからちょっと気まずいな。餃子落としちゃった。もったいない。笑ってるおじさんがニコ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 あれしてくるんでちょっと恥ずかしいんで切ります。ちょっとはい、チートデイが終わりました。胃もたれしてやばい。てかね、今回のチートデイはちょっと失敗ですね。思ったより食べれなかった。だって、カレーライスでしょ、テリヤキマックでしょ、カレーライス、テリヤキマックバーガー、ポテト M、で、お菓子チートス2袋、白いたい焼き1つ、おにぎり2つ、明太子とシーチキンかな。で、夜飯がチャーハンと餃子でしょ。全然食べてない。なんかもう途中で胃もたれしちゃって、もっと食いたかったんだけど食べれなかったですね。うん、まあでも多分そんな、増えてる、2、3キロ、3キロぐらい増えてるかなっていう感じだと思いますね。うん。わかんない、わかんないけど。いやー。でも、いい日になりました。ストレス発散。めちゃくちゃストレス発散しました。やっぱご飯食べれるってね、めっちゃいいことですね。うん。めちゃめちゃ。当たり前のことだけどね。ご飯食べれるって当たり前のことだと思ってるでしょ？でも当たり前じゃないからね。ご飯を食べられるありがたみとか。うん。いやー、最高でしたね。最高です。うわ、明日の体重がどれくらい増えてるかね。うん。まあ、この YouTube では載せないけど、載せないんかいみたいな。すいません、なんかちょっとつまんない YouTube で。ごめんなさい。全く需要も何もない。まあ、暇だったんで、今日一日オフだったんで、友達とかと遊ばないで。うん、風呂行って、飯食って、家のことちょっとやって、バスケしに行って、で、夜、地元戻ってきて、夜飯食って、で、他、まあ、ちょっとやることあって、みたいな感じだったんでね。うん。いやー、でもよかった。いい一日でした。ありがとうございます。うん、ごめんなさい。なんかめっちゃオチもないし、めっちゃつまんないんですけど。僕、とりあえずこんな感じのチートデーですっていう、週に一回チートデーをするっていう感じです。すいません。ありがとうございます。じゃあまあそんな感じでまた。ありがとうございました。くさびれ life, right? Like I could.